どうも、エルザレッドです。それでは、フィッチャー3やっていきましょう。さて、ノビグラド、来ましたね。で、ノビグラドの仮想というクエストが、適正レベルっぽいんで、ちょっとこちらのメインしていきたいと思います。で、多分、シリーがノビグラドにいるか確かめると、被るんではないかと思います。さあ、行きましょう。おぉ？ははは、農民そこすごくねえか。いやいやいや、お前落ちるぞ。さあ、中に入っていくわけだね。気をつけろ、ここはノビグラド。田舎の村とはわけが違うんだぞ。物乞い。アイテムを取りたいところなんだけど、街の中でアイテム取ると通報されたりとかあるんだよね。そう、毒を盛るためだろ。エメリア人に仕事を取られてるの。なんかいろいろと差別的なものは変わらずというところだね。そう、何やらちょっとしたクエスト始まりそうなんで。ねえ、おい、あら、っていうか終わった。あ、リアルタイムで流れてる感じか。その変な目どうしたの？うるさいわ。さーて、意外と取れる。さ、中は？こうね、取ったらダメだときはなんか乗るらしいんだけどね。まあ、それはさておき、取れるだけ取って、一応監禁所もどっかあるんじゃなかったかな、確かね。あるお客さんには一目瞭然。フォンター川のこっちで一番お得なお店だよ。なんだ。さあ、商人から買えるわけではない。いやー、結構ね、広いところっていうか、大都市行けば結構広いのよね。さあ、なんか、ヨーホーって聞こえたね。まあまあ、こんな感じでちょっとね、アイテム取りながら、ちょっと、街中を歩いていこようかなと思うんで。あなたの処刑を見に、人間の姿に化けた怪物を燃やすのに、俺にこの前に見ちゃうが、なんか呼ばれたような気がしたんで。面と向かって俺を罵倒する勇気はあるか？喜んで。お前は変異体だ。気が狂った化け物だ。枯れ枝のように燃やされるべき役立たずの過去の遺物だ。
お前は何人の命を救ってきた。黙らないと黙らせると話しても無駄だ。お前何人の血救ってきた。今までに何人の命を救った。ブルクサやレイシンから。そんなことは関係ない。質問したんだ。何人だ。みんなよく考えた方がいい。そうだな。口先を勇ましいが怒鳴りつけられると尻尾を巻く。行こうみんな。そうだね。レイシンとかからどれだけ助けたんだっていう話だよね。そうそう。施しをお与えください。新しいマーカー。外役とどうやって戦う。父親、兄弟、花嫁、誰も信じてはならぬ。なんかまた誰しもがドップラーと疑え。ドップラー。確実なものに屈するか。怪物やペテン師たちに我々の町を侵略させるか。いや、何から何までなんかイベントばっかしだな。これいつになったらトリスのとこ行けるやろうか。あ、魔女狩り。っていうわけではないか。聖なる炎は悪を暴く。聖なる炎よ、導き、燃やし、浄化せよ。聖なる炎よ、導き、燃やし、浄化せよ。見よ、これは慈愛と救いの炎だ。ゆっくりと燃える特製の薪を用意してやったぞ。貴様は同類と同じように素敵な声で慈悲を請うことになる。俺は普通に生活したかっただけだ。助けてくれ、頼む。あ、ほう。ってことは主食が違うのか。おい、今ドップラーだ。ドップラー。ドップラーって何なんだ。ドゥドゥは無事だという。ああ。人間とは全く別物だな。あの子は魔術師じゃない。このドップラーというのもなんか関わってきそうだね、今後。商人。あ。商売にはうってつけの日さ。医薬は売ってくれないか。もうでもなんだかんだつきましたね。あの女は急いで何か置き忘れたはずだ。例えばここはもう荒らされた。ん、今の発言からするとトリスいないのか。うせろ、先に来たのは俺たちだ。どうしよっかな。話をしよう。略奪が目的じゃない。ここに住んでいた女魔術師に興味がある。そんな話を信じろって。そうだ。多分他の連中と一緒に隠れ家にいる。なぜ隠れていると。何から隠れているんだ。聖堂衛兵団が全ての魔術師を借り出してる。ネズミみたいに一網打尽だ。な、詳しいものは。知っているものはいるか。俺なら腐った果樹園を当たってみるね。腐った果樹園。ほう、いい地名だ。腐った果樹園か、面白い名だ。言うなればクズと変人どもの巣だ。まともな人間ならあそこへは行かない。俺の同類を探すならそこだと。悪気はないんだ。そう、若干ねバグが多めなんでね、このゲームね、ちょっとバグ出てますね。腐った果樹園とはどこだ。知らないな。噂じゃ鬼人変人が集まる場所らしいが。
お前にぴったりだ。かもな。とにかくそこへ行く方法を知りたい。下水道から行けるらしいが、下水の入り口は町の外だ。正確な場所を知ってるやつもほとんどいない。ほう。物乞いに聞くか、泥棒を尾行するんだ。やつらは物乞いの王への貢ぎ物が義務だ。腐った果樹園で渡すらしい。この辺の入り口にいたな。王冠をかぶって尺でも持っているのか。バカにしない方がいいぞ。物乞いの王と呼ばれてはいるが、実際はノビグラドの誰もが深く尊敬する人物だ。だが用心しろ。メンジですらあそこには足を運ばない。メンジ、私の名を呼んだか。メンジだ。聖堂衛兵団だ。盗みを働いたクズを懺悔しつつ。ですが、これが罪に？ここは女魔術師の店ですよ。だから彼女の所有物を盗む権利があると。でも魔術師や魔法使いは無法者だ。だが法によれば、その持ち物の所有権は聖堂衛兵団にある。そしてノビグラドは今でも法が支配している。コウモリはハンリ先のガオカミツケ。すげえ動きしてたな。おぉ、ハンリ先のガオヒカキツケルスだ。それは嗅覚でも聴覚にも。そうだね、あれは反射を聞いてたからね。まあそこを話したっていいんだけど。嗅覚は何も関係ない。聴覚によるものだ。おやおや、コウモリに詳しいのか。興味があるのは怪物だけかと思えば。コウモリがガに気づくように、私は異分子に気づき警告する。ここはお前のようなものの場所ではない。そうだな。やましいことはない。はしていない。いずれする。お前のようなものは必ず厄介を起こすのだ。そしてこの町は私が守る。私と永遠の炎がな。今すぐには手を出せないが、お前がこの町にいることは分かっている。そしてお前は必ず尻尾を見せる。そうすればすぐに私の耳に入る。その時には叱るべき対処をする。この町の空気を汚染する薄汚い魔術師どもと同様にな。また会おう。今後ろからズッシャーって切ってしまえばね、後々楽そうだけど。さあ、大泥泥棒を探し、慎重に物声たちの王について話すと。大量のアイテムが、まあとりあえず尾行をしないといけないみたいだね。お、なんかめっちゃ荒らされてるじゃん。エンヒル、はあ、なんか懐かしい名前聞いた。ん？ヘアブラシ、こんなものを使うマトリスしかいない。ってことは、ここにいるのは間違いなかったってことだね。これは薬草に何か飲んで癒してみてもなる気か。さあ、2階。まあ、使えそうなものを探しておいて、あ、もしかしたらさっきみたいにヒントのものがあるかもしれないからね。ウィッチャーの印。
あったね。トリスは脱ぎ捨てたりなどしないはずだな。脱ぎ捨てないか。記憶のバラだ。ドライフラワーになっている。そのドライフラワーになんかなると関係あるのかな。まあトリスとりあえずやっぱいないってことだね。なんか魔法で隠れてたとかそういうわけでもないと。隠し通路もなし、そのまま出ていった感じだね。申し訳ございません。薄汚い貧乏人め。盗まれた泥棒だ。さあ早速都合よく出てきてくれたわけか。次は何だ。メダニアに寄付をしろとか。いや、石鹸もだ。試してみようね。慎重に尾行すると言っても、そもそもどこに行ったっていう話だからね。お探しのものは。おほう。いやいや、盗んでしまった。エルフは子供をスープにするって。さあ、とりあえず逃げ切ったと。大丈夫か？死人みたいな顔。さあ、物語にもちょっと話は聞いとこうかね。3日間も食事にありつけずにいる。哀れな魂をお助けください。わかった。1クラウンやる。それで十分です、旦那。背骨にくっつくほど腹が空っぽなんですよ。もっとやってもいいが、条件がある。みかじめ料をどこに納めているか話せ。妻に納めるんでさ。さもないと一大事だ。そうか。じゃあな。やらんと。あ、どっちからでも行けるよっていうことね、ルートとしてはね。うん。さあどうぞ近くで見てください。欲しいもの全部取り揃えてます。さあ泥棒はどこに。意外とマップに載ってないか。いや、そういうわけでもないか。住民。永遠の炎の司祭。何かお探しのものは。見る目のあるお客さんには一目瞭然。フォンター川のこっちで。意外とこう、ムスッとっぽい感じは。あ、いた。思ったより用心深いな。あまり近づけない。盗まれた。結構離れててもいい感じ。ぐるぐる回ってたで。盗まれたってめっちゃ
そのまま騒いだだけじゃ。ノビグラドに怪物はいない。壁の内側では永遠の炎が燃えているのだから。その本抜けてくれる感じだね。そう、また迷子だ。見た目は怖いが誠実そうな目をしてる。抜けていく。なるほどね。やばそうなやつだな。施しを。さて、旦那様、ご慈悲を。一クラウンのお恵みを。母が病気で食べ物がなければ飢え死にしてしまう。まあ、残りはどこに。金はやる。代わりに腐った果樹園の場所を教えてくれ。ああ、それは知らない。金もいらない。何も知らない。行け、伏せろ。じゃあ後を追っかけた方が早いな。お与えください。お、ここに来るのか。まさかね、こんな尾行まがいのことをすることになるとは。今上がってこっちだね。こいつなんかボスっぽいような気がするけど、確かに物乞いの王って入り口いたもんね。さあ、どんどん火も落ちてきた。格好的にアサシンクリード思い出すよね。懐かしいな。久しぶりにしたいな。特に喋る気配もないし、意外と外れまで行く感じか。邪悪からお守りください。魔術師、ウィッチャー、冒涜者、コブル。さあ、橋を渡っていったぞ。ちょっとずつ戻りつつあるね。あら、またまたやって話してんだ。懲りないね。魔術師、ウィッチャー、冒涜者、コブル。さあ、そこの扉か。隊長殿、魔女狩りの休憩ですかね。裁判官殿、また会えて光栄だ。いつものやつ。おやおや、また。さあ、ノックすると。開けろ。誰だ、何の用だ。この先に何がある。観光の途中だ。この門の奥に何があるか少し気になるんだ。義理の兄弟も気にしてた。そいつは5年の間虫に食われ続けてるよ。俺が誰だかわからないか。見てみろ、何が見える。黄色い瞳、2本の剣、変異体の殺し屋じゃないかな。ここは異常なものが集まる場所だと聞いた。ああ、合言葉を知っていれば入れ。知らなければ果樹園の維持費に貢献してもらう。合言葉は知らない。では金を払え。
中に入れろ。中に入れろ。お入りください。やはり陰のレベル上げてて正解だったね。意外とね、この陰のレベル上げてるって大事なんだよね。ちなみに最大レベルにしてたっけ。だよね、幻惑は最大にしてるから。ドアマン、アイテム屋もちゃんとあるか。アイテムマン、アイテムマット、アイテムの屋のところで堂々と盗むっていうね。どんなものがある。お、蔵売ってんじゃん。100、これ何本持ってたっけ。100ってこれなかなか、なかなかよ。またな。まあ、買えるかどうかちょっと別として、これ欲しいな。もうほんとね、アイテム持てる量はねめちゃくちゃ大事で、これでもちょっとね武器ある程度持つとねっていうところがあるんで。70か。これで能力を鍛えてるからっていうのもあるんだよね。買わせて。いやいやいや、これ買ってたらだいぶ楽。900。900か。お、買えんじゃね。さあ手に入った。まあ装備できるのは1個だけなんでね、蔵に関して言えば。この辺り売ってしまえばねっていう感じではあるんだけどね。まあでも100だから220まで持てるようになるわけか。それは助かるな。まあまたちょこちょこクエストしてお金を貯める感じだね。あ、意外だったな。でもマジでここで手に入るっていうの、なかなかね。お、220、いいね。倍ぐらい持てるようになった。900払う価値はあるなと思うからね。目が片方見えないんです。イヒタムアズラ、ありがてえ。まさに奇跡の技だ。この俺をしたい。地二階の卑しい連中を説得しろ。呪文は戯れには不要だが、間違いなく不可欠なものだと。聞いてくれませんぜ。免除を恐れてますから。ならばこう伝えろ。彼らの中に病気になるものが出たら、永遠の炎の火に頭を突っ込めばいいとな。少し休憩させてくれ。貧しき者に救いの手を。なるほどね。魔法も、まあ疲れるだろうしね。さあ、金目のものをちょっともらいにね。
あ、下に行けるんだ。へえ。おや、さすが泥棒。取れるアイテムがない。あー、ここは地下から来るとってことか。物乞いにお金を払って来るルートだね。んじゃ、アイテムないし、これ、お、ちょっと待った。文句あんのか。ないか。文句はあるけどって感じだけど。アイテム、アイテム。ないね。やっぱ意外とこういうところだとあまりなさげな感じか。なあ、白髪の騎士さん、お供をしようか。ママ、これを見て。素敵なネックレスね。どこにあったの？道に落ちてたから、踏まないでよ。いいよ、まずすぐに。物乞いの手下。マンコを塗れ、でないと腫れるぞ。もう塗った。王は魔術師の持ち物を盗むのを固く禁じてる。奴らが必要だから。なるほどね。その道具を使いたいっていうのもあったわけね。スリだと聞いたわ。よければその器用さを実演してくれない？広場に行くところだよ、お嬢さん。見に来るといい。そういう意味じゃないわ。火あぶりにされる前にちょっと楽しもう。さあ、あれ、こっちじゃないのか。バツ印ついてるってことはモンスターいたか。ここじゃない。こっちか。いや、入り組んでるね。ここか。目の前だったんだね。順調ね。秘密の診療所に助けを求める人。さあ、トリスがいた。そろそろはっきりさせる時だな。ええ、潮時ね。私も部下も魔術師どもの助けなしで生きていける。だがお前は我々が助けなければ聖堂衛兵団の格好の獲物だ。何者だ？ゲラルト。いや、トリス。おお、綺麗な女性。随分仲がいいようだ。無事に私を見つけ出せてよかったな、ウィッチャー。ほう、ここを探していると知っていたのか。腐った果樹園を探していると気づいてたのか。状況を注視しなければ私の頭蓋骨は魚どもの住処になる。それと腐った果樹園。この心地よい隠れ家にはひどい名前じゃないか。ほう、じゃあ何と呼ぶか。ではこの場所を何と呼ぶ。さあな、自由の庭園かな。物乞いや泥棒からゆすり取る男にしては大したロマンチストだ。お前がゆすりというのは税金だ。そして泥棒というのは勤勉な町の職員だ。いいか、ウィッチャー、私には計画がある。この町を徹底的に作り直す大規模な計画だ。市議会選への出馬を考えたことは。この町の市議会は教団上層部の操り人形だ。もっとも最近はラドビッドと手下のウィッチハンターたちが実権を握り出した。
上辺だけの権力には興味がない。何が目的だ。理想高き男か。自由都市ノビグラドはいずれ真に自由となる。だがそのためには愚かな迷信を排除せねばならない。永遠の炎などという宗教を支持して無駄に過ごす子供騙しだ。それは違うな。処刑に喝采を送る群衆はほとんど大人だった。どんな群衆でも肉の焼ける匂いには喝采を送る。だがいつか永遠の炎が自らを縛る鎖でしかないと気づく。彼らはここを腐った果樹園と呼ぶ。だが腐敗しているのはここ以外の全てだ。ここがこの町の正気と理性の最後の砦だ。お前のような者がこの町に来てくれて光栄だ。我々のものになる町だからな。この言葉を覚えておけ。我々だと。なあ、私と仲間たちだ。だがそれは別の時に話そう。今はお前たち二人には手を出さん。なぜなら必要としてるからだ。ゲラルト、町でやることがたくさんあるの。喜んでついていくさ。まあよからぬことを企んでるのは間違いではない。どういう取り決めだ。利用されてるのか。むしろ生かしてくれてるのに。半年前トリスメリゴールドがノビグラドの犯罪に協力してると聞いたら信じなかったな。半年前トリスメリゴールドは親愛なる誰かと別れ新たな人生を始めたの。想像したような人生じゃなかった。来て私の生活を体験させてあげるわ。ほう、そことはトリスは前とはだいぶ違うんだね。こんな魔術師さん今日もお美しいな。もうお別れとは寂しいよ。大丈夫、またすぐ来るから。ノビグラドに来た理由は重要な案件？とても重要な案件だ。人を探してる。もっと正確には？俺にとって娘のような若い女性だ。彼女が？ここに？ありえない。目撃者の証拠もある。君なら何か知ってると思ったんだが。君はここに来て長い。何でもいい、痕跡を見つけるのを手伝ってほしい。手を尽くすわ。もちろん。誰ならもっと詳しいかしら。さあ、シリの話もちょっと進んだ感じだね。まあただ何かしら手伝いをする流れではある。まあ、とりあえずついてこいということか。まあでもゲラルドいたらね、目立つからね。さあお酒とパンゲットして。ん、なんか誰かいたね。こんにちはクレーグ。頼んでいた魔法の子は？ああ、まあ大変だったんだ。あんた用の品物でいっぱいの袋を持って運河沿いを歩いていた。顔を上げると向こうを歩く聖堂衛兵団の3人が目に入った。まだ手に入ってないってことだね。今日は長話に付き合えないの。待ってくれ。魔法の材料が詰まった袋があるのに奴らをまっすぐ向かってきた。度胸はある方だが尻に冷や汗をかいたよ。他に方法はなかった。袋を水に落として理由を聞かれた時、死んだ猫を入れた袋だと言い合った。驚くことに奴らは信じやがった。その袋がいるの。契約があるのよ。運河の底にあるはずだ。幸運にも沈むだけの重さがあった。探せば必ず見つかる。泳いで取ってこいか。大気に払った逆氷みたいに冷たいドブに飛び込めって。犠牲を払う覚悟するんだ。ああ、いや、俺が取り行く。袋を投げたのはどこだ。
クレーンの近くだ。港から2番目の橋だ。そこまでしてくれるなんて。どの道さっぱりしたかった。行こう。待て聞こえるか、奴らが来た。あのバカはかかとを刺すまで粘ったぞ。誰にでも敏感な部分はある。以前魔術師を尋問したが痛みは感じてなかった。指の爪を剥ぎ睾丸を潰しても全然だ。結局猛烈なくすぐったがりだった。腹の上にカブトムシを乗せ上からコップをかぶせた。おかしくなる寸前だったよ。今回は運が良かったが、下水道から帰った方がいい。床に隠し扉がある。気をつけてね、クルーグ。さあ、地下から逃げる。あ、そのためのこの地下。もう先にアイテムあさりにあさったけどな。今何かいたような気がするな。お、ブーツ。魔法が点で効いてないぞ。アクシーだな。レベル10か。ここに出口があるはず。クールーグが出口もないところを行かせるわけない。どこかにレバーがあって秘密の通路を開けるはず。まあ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 、待って、今思った以上に設計図があったから。ってことは作れればそれなりに話はいい感じに進めれそうだね。ここだ。あれ、そういうわけじゃない。あ、ってことはこれか。自由都市ノビグラド、名は太陽を表すということか。ロックムインでの虐殺後に多くの魔術師がここに来た理由よ。ラドビットの魔の手から逃れようとしてフライパンから火の中へ飛び込んだわけ。でもノビグラドはお金の山によって気づかれている。そして戦争に勝つのに必要なのもお金よね。彼らが魔術師を処刑し、その土地や持ち物を押収するのはそれが理由。次の標的は非人間族。エルフはともかく、ドワーフは町の経済を支配してるでしょ。ああ、確かに。クルーグの話では袋はこの辺りのはず。あの哀れな男の勘違いでなければね。彼は免事に尋問されてから忘れっぽくなったの。被害妄想にも悩まされているみたい。袋は海の方へ流されたんだろう。港に向かって泳いでみる。一緒にどうだ。また別の機会に。いい機会を。水は刺激性の油がたっぷりだ。きっと肌にすごい効果があるぞ。さあ、こんな中、あれっぽいな。こっちはないってことしたか。まあ潜るか。まあ、暗くなる前にちょっと撮りたいね。設計図上質。お、カーブクロウ。ない感じか。意外と近くにあってよかったね。黒目もどき。まあ、もっちょくだけもっちょこ。さあ、急いで戻ると。というか、そんな粉水吸って悪くなるんじゃないの。まあ、魔法の粉だからちょっと違うのかな。
ちは何もない。さあ、結構お使い的な感じだね。それともただ濡れただけ。汚い運河で水泳を楽しむのは最高だ。あったのは魚と錆びた怒りとボートの残骸と、ああこれもだ。あったのね。中身が水浸しでないといいけど。親切ね。まあね。確かに水浸しでなければいいね。君の得意分野だな。まだ私の得意分野を覚えてるの？よせよ。6ヶ月はそれほど長くない。忘れっぽくもない。でも記憶喪失の経歴があるでしょ。記憶は取り戻した。完全に。よかった。これで誰にも利用されることはないね。誰かが俺を利用したか？例えば、私。だが、俺は…さあ、急ぎましょう。まあね、この辺りは1とか2の話になってくるらしいんで、やってみたいんだけどね、そもそもソフトがあるのかどうかっていうとこなんだよね。まあまあ、リマスターでもなんでもいいんで、出てもらうと楽しみなんだけどね。ようこそ、女魔術師よ。こんにちは、ブランドン。連れがいるとは思わなかった。問題でも？それが問題か？教団に誓ってしまう。驚いただけだ。二人でなら倍の速さで解決してくれるだろう。本物の専門家とお見受けした。とにかく、できればすぐに始めてほしい。トリス、君とブランドンだが、報酬には合意したのか？袋いっぱいのクラウンで手を打ったわ。ブランドン商会は真っ当な組織だ。全ノビグラドで最大の穀物庫がある。前金、半額前払いだ。まあ、仕事にかかろう。わかった。仕事にかかろう。穀物庫の周りにこの器具を置くの。ネズミに関連しそうなもの全部の近くに。いやいや、当たってきて。さあ、とりあえず中に入るか。ここ穀物庫だったんだね。こっちが半分やるから、残りをお願い。ネズミの痕跡を探して。実はマンティコアが好んで住む場所はわかるが、ネズミはどう思う？こんな場所にいたくないのはお互い様よ。枢密院の会議に出る方がマシ。でも陛下は亡くなった。裂け目を探して。それと糞も。こう準備したらどうするんだ？呪文を唱えてネズミを追い出すの。呪文だけじゃダメか？ネズミの糞を探すのは気が乗らない。文句言わないで。はいはい。まあ確かにね、大量の金がね、あるからね。さあ、こういう端っこはいない。そこだね。ここが良さそうだ。気に食わんやつだな。ブランドのこと？私もよ、太りすぎて。それには同意する。だが違う、値切ろうとしなかっただろう。本当にネズミが嫌なんじゃない？トリス。彼は商人だ。値段交渉で生計を立ててる。そんな心配をしてたら、とうに飢え死にしてる。さあ、罠の設置が3箇所終了。まあ、こっちもね、あえて交渉はしなかったんだけどね。罠は全部塞いだようだ。いいわ。じゃあこれから魔術で火をつけるわよ。こう焚いたら話しましょう。さあ、ノビグラドの仮装。なんかな、怪しいっちゃ怪しいね。火事の原因になるんじゃないか。あとはあいつらが逃げるのを待つだけ。面白い手法だ。ネズミにはいい思い出がない。昔、真っ暗闇の中でネズミにフォークを当てたことがある。ウィッチャーの力を見せようとしてな。我ながら見事だったよ。でも誰も見てなかったんだ。真っ暗だから当たり前さ。ところで、ネズミ捕りなんてやってる私どう思う？かつてはテメリア王の相談役だったのに。無事で元気なのを見れて嬉しいよ。それに許す気になれた。なるほどね。
そうだね。まあお互い悪い感じがなくてよかったと。不安だった。辛い結果になるだけじゃないかって。お互い言うべきことは半年前に全て言ったでしょ。蒸し返したくはないわ。蒸し返すんじゃない。ただ口で言うのとそれを実行するのとは別の話だ。私たちは友達でいると約束した。それだけは変わらない。それでイェネファーはどうしてる？なぜ見つけたとわかる？質問に答えてない。元気なの？ああ元気だ。元気だ。よかったわ。具体的に聞きたいのか？いいの、もう分かったから。まあなんかあったんだろうね、前作ね。このあたりがね、やっとかないとっていうところと、小説も出てるからね、小説を読んでるかどうかで変わるんだろうね。おやおや、お二人さん、働く代わりにおしゃべりに夢中かね。仕事は済んだわ。ゲラルト、あの人たちは？言われなくても分かってる。魔術師や魔女を見かけたら知らせてくれって頼まれてる。友人の頼みを断るのは苦しくてね。わらわ、ゲラルト。最初から臭かった。そんなに鼻が利くなら逃げられるうちに逃げておけばよかったな。逃げることなどないさ。要求を言うぞ。金を払い部下を追い出せ。五体満足だ。バカを言うな。金を払うために女魔術師を雇ったわけじゃない。忠告してやろう、化け物め。関係ないことに首を突っ込むな。忠告には感謝するが、それは無理だな。さて、話は終わりだ。好きにしろ。ただし、黙って見過ごしはせんぞ。もうおしゃべりは十分だ。そうだな。どちらも生きては返さない。さあ、殺してやる。そういうのね。いや、炎の魔法もなかなか。痛い痛い。まあね、これで。元から私に報酬を払うつもりなんてなかったんだわ。騙されるところだった。あなたがいなかったら。まあ危なかったところではあるね。さあ、さあ、心の準備はしてもらってるかな？さないでくれ。違うんだ。あれは無理やり自宅と倉庫に火をつけると言われて。ウィッチハンターは血も涙もない奴らだ。許してくれ。好きで人殺しになったわけじゃない。今すぐ殺してやりたいが、死体になれば喜ぶのはカモメぐらいだ。生きた金の額を支払え。そうだね。わかった。払うよ。もう行け。ありがとう、ゲラルト。そうだね、まあ用事もだけど、まあいっか。いいんだ、手を貸せてよかった。ねえ、考えてたんだけど、シリについて知ってる人、ひらめいたの。町に夢見術師がいる。コリンヌ・ティリーよ。有能らしいわ。夢見術師の能力を信頼したことはない。コリンヌには実績があるの。試す価値はあるわ。魚市場とは反対方向、運河沿いを進んで、最初の橋の近く。家の持ち主デヨンキアは裕福な銀行家よ。一緒に来ないのか？ちょっと用事があるの。またネズミ退治か？同じぐらい気が進まない仕事。こんな時だから仕方ないけど。まあそうだね、まあそこら辺は散策しなくていいね。久々に会えてよかった。私もよ、ゲラルト。もう行った方がいいわ。コリンヌがどこかに隠れる前に。君に会いたいときは。魚市場の近く、ビッツに住んでるわ。近くまで来たら寄ってよね。わかった。
またな。そう、コリンヌ・ティリーに会いに行くと。今日の友は明日の敵ってことだ。いきなりなんや。さあ、レベルも上がったんでね、ノビグラドの仮装クリアと。で、夢のノビグラドに変わるという感じで。あれ、7に下がるんだ。まあ、そこまで戦闘パートが多いわけではなさそうな気もするけどね。これはよす、ああ、でも、スロットがないのか。なるほどね。これは良さげ。ただ能力がね、つくかどうか、この辺りがでかいからね。お、抽出液も一つできるね。勇気。霊薬も二ついけるね。黒い地上質。こんなもんかな、今作れるとなったのは。まあスキルもね、どれに振ろうか考えもんであるけど、つけても変えれないからね、この辺りはね。問題はそこよ。まあまあ、ポイントは溜まってるし、そのうちちょっと使う感じにしよっかな。はい。ということで、今回はここまでにしたいと思います。まあ、とりあえず、無事会えてよかったなっていうところですね。まあ、別でクエストは発生しそうなんで、またそれはそれで別でやっていきたいと思います。では、ここまでご視聴ありがとうございました。ぜひ、またやりますので、遊びに来てください。ほんじゃ、またな。最後までご視聴ありがとうございました。エルザレットゲームズチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。また、チャンネルが面白かったら高評価もよろしくお願いします。他のゲームもたくさんやってますので、ぜひまた遊びに来てください。それじゃあ、またね。